ドラゴンと遊ぶために速攻ドンキで買ってきたんよ。反転式ペンだぜ、初めて見た。回しながら撃つの？下がった時のために貼った裏ラバーだったが、ペコの一番の持ち味はやっぱり速攻前陣だ。それで片面を弾みのいい表ラバーに戻して自由に反転できる反転ペンのグリップにした。これでフォアでもバックでも弾みのいい表ラバーと回転に強い裏ラバーを自由に使い分けることができる。相手は球質がコロコロ変わるんでうまく返せずイライラするはずだ。簡単じゃないが、ペコはすぐにできるようになったよ。こんなおもちゃで私の相手ができると思うな。オイラの膝ね、これがどうにもうまくねえんだな。けどあんた高いとこいる選手だかんよ。うーんと高いとこいる選手だかん。オイラもあんたの背中に乗っけてもらって飛ぶ。ふん、お薬が必要な人のようだな。人は空など飛べない、飛べるはずもない。はっ、人を病人扱いかい。よし行け、人は空など飛べぬ、飛べるなら、飛べるものなら。すげえ圧迫感だなこりゃ。さすが世界のてっぺん取った男だ。いけねえ、飲まれたらしまいだ。ビビりゃ負けるぜ、臆せば死ぬぜ。よし行く。 Let's go Peko。 I got Peko。 よし、 Yo my dude is fast。 こいつ What ラブワン、さあ一本。他居然用反手给抽回去了。冯剑是不想认同星野的才能啊，他的心情我很理解。科学，すげえ。啊！ラブツ。あえ、だばあの一からフォアまで回り込んだ。挑発してんねや。なんです。On Twitch, right? 星野の試合やってるよ。応援せんのかね。先生はヒーローを信じます。ヒーロー？ピンチの時に必ず現れて、僕がどれだけ深くに閉じ込められてても助けに来てくれるヒーローです。君は信じるのかミスター月本、そのヒーローとかいうの。はい、もうずっと長いこと彼が来るのを待っています。そして今日彼は帰ってくる。彼？ふう。ヒーロー剣山、ヒーロー剣山、ヒーロー剣山。あんたかっちょいいよ、俺そういうの好きさ。でもね、いつまでもそうして人見下すとこ登ってられっと思うなよ。カモンペコ、ヒーローは俺だぜ。ドライブバックを待て。読まれてる。変え方が杓子定規だ。違うだろうペコ。さあ！勝利への近道はない。険しい山を一歩一歩登るのだ。下には深淵が広がり終わりはない。登り続けるしかないのだ。痛むかね膝が。優しいねリュウちゃん。おいじゃお願い、次のゲームおいらにっくり。少子なら聞くな。ロング、ショート、足りねえ頭使うなよペコ。ロングならミドル、しかし得意ねえのか弱点。こんなに散らされたらスタミナ持たねえ。違うだろペコ。で細分が。そうじゃねえだろ。 Needs to stop overthinking everything. Damn, dude. すげえわ。これではファーストのリプレイだぜ。台から引き剥がされちまって速攻できねえ。どうしよう。どう。何？変な歌。
相手は強い。卓球のゴンゲさ。ペコなら楽しめるよ。遊んでるとあっという間に時間が過ぎる。卓球してるとき、ペコはどんな怪我も忘れて遊んでた。膝だって大丈夫。ペコいつも言ってた。遊ぶ相手が強いほど高く飛べるって。うん。飛べる？うん。Everybody's like, "Who are you talking to?" Him. Um. Just na. Hero の歌、僕が作ったんだ。太可怕了！他干嘛呀？我哪知道 ？He's creeping me out. Hey, Dragon. 我没你教的呀。打球つのはな。めたくそ楽しいんだぜ。おいら飛べる。ピカピカ見える。ピンピン動く。インパルス走る。永久記憶不滅。飛ばすぜドラゴン。反応、反射、音速、高速。いい子だ。それでいい。ピンピン動く。もっともっと早く早く。おい、うら。なるほどね、ヒーローか。見てくれスマイル、おいらこんなにピンピン動く。Can't read his movements now. なら心配ねえかんな。二人して思い出の試合にするべ。愛してるぜドラゴン。チュッスーチャー図に乗るな。Just coming down to the raw deal right here. 楽しいか? Ooh, he got me tense. 面白いか、ゆういち。上がるな、風間。前、前。Could y'all shut up? バカ。Thank you. 終わろうとったぜ。なんでや。ゆういち。Cause he's enjoying the game.全身の細胞は狂気している。加速せよと命じている。加速せよ、加速せよ。ヒーローは急速な成長を遂げる。次第に引き離されていく。焦りはない。怯える必要などない。怯える必要などないのだ。ここは素晴らしい。かっこよかったぜドラゴン。そうさ、飛べるのだ。人は飛べるのだ。Hanger, bro. Come on, man. That episode was dope as hell. Oh, man. For a minute there, I thought Peko wasn't gonna come back or anything. I mean, it kind of seemed, you know what I'm saying, like he remembers
what it was like when he loved the game and it wasn't just about winning, man. Just enjoy it, man. Just enjoy it. This is one of the things that I talk about in my mentorship with people too, where I'll be telling them, I'm like, you, if you're doing it, just enjoy it, man. Just enjoy the ride. Just enjoy the ride. You're working hard, you're talented, and all that good stuff, but just enjoy the ride, man. If you're not enjoying it, take a break. If you're not enjoying it, take a break, man, because you don't want to burn yourself out to the point where you're doing something so much till it becomes a job. You know what I'm saying? You're doing something you love, but it becomes a job after a while. You know what I'm saying? You just don't want that to happen. So I just always tell people, yo, just enjoy what you're doing. If you're not enjoying it, take a break. And I truly believe in that concept, man. I'm glad they're portraying that in this anime. Let's go to the last episode of this Ping Pong the Animation finale. Let's go get it.